皆さんこんにちは、サルです。今回はワッツに引き続きキャンドゥでもこのコンパクト焚き火台の方を新発売されておりましたので確認しようと思って購入してみました。過去の動画ではこちらのワッツで買った方を3回にわたってご紹介しておりますが、こちらですね、もう10回ぐらい使ってますかね。こんな風にね、かなり色も焼けてますけど、まあ、幸い変形とかね使えなくなるようなダメージは今のところありませんね。でこれと全く同じかどうか確認してみたいと思います。では開封します。はい、そうですね、まるっきり同じですね。ジャンコードも全く一緒です。エコー金属、まあ、全て同じなので、ただ店舗のね違いというだけのようでした。開封したのでね一応組み立てておきます。以前ですね、過去3回の動画の中で視聴者の方からいろいろアドバイスもねいただいたりしておりますが、特に多かったアドバイスでですね、外のミニ焚き火台テトラと似てるのでこういう組み立てがいいんじゃないですかっていうねご意見結構いただいたんですけど、実はですね、テトラユーザーの方はよくご存知だと思うんですけど、テトラって底板がね2枚あるんですけど、ですね、このように4つの突起があるわけじゃなくて上と下だけというね、どちらも2箇所だけの突起なんですね。したがってテトラの場合はですね、組むときに、まずこう横だけねはめてやって、もう1枚については縦の方をこんな風にしてね、で、前面パネルをはめてこのまま持ち上げるとパタンとはまるということができるんですけど、実際にはですねこのワッツ、今回キャンドゥですけど、こちらについては突起が4箇所にありますのでね、そういうテトラのような組み方ができないんですね。なので若干面倒っちいんですけど、やはりですね結局のところは、まあ、私の容量が悪いだけかもしれませんけど、まあ、こんな風にね、まず横2箇所をつけて、で、3箇所目につけて、まずこんな風な状態にしてやりますね。で、前面をつけるときには上から下にはめることが大事ですので、これだとねはまりませんから、こっちすると下から上だからこっちですね、まず上から下にはめてやります。で、下から上に次にはめてやります。はいはい、できましたね。大丈夫ですね。はい、大丈夫でした。はい、まあ新しいのでね気持ちいいですけど、全くね変わらないと思います。はい、こんな感じですね。もう全く同一の、焼けたか焼けてないかという違いだけになります。それからケースについてもこちらね、前回お見せしたマスクケースなんですけど、これね、両端だけこう縫ってやって中に入れるというね、合皮なので非常にね便利で、使ってます。ただね、なんかお財布と間違えられることが多いのでね、お財布じゃないよってなんかこうシールでもね貼っといた方がいいかもしれませんね。どこかでもらったようなシールでも一応貼れましたね。ちょっと剥がれるかもしれませんけど、まあ少しはねアウトドアっぽいものに見える可能性はありますね。視聴者の方から収納ケースについてはセリアで売ってるモグラのシェルターのがいいよっていうね情報をいただいたので、かなりね探してみてなんかそれっぽいのがあったんですけど、実際ね見つけたのはすごく小さかったのでおそらくこれのことではないと思うんですね。でこちらがねちょうどいいなと思いました。これはですね同じくセリアで110円、 L 型ファスナーコインパースというふうに書いてますね。こんな感じなんですけど、はい、でこの正方形に近いねケースっていうのがですねほとんどないんですけど、これはですねぴったりに入ります。ちょっと入れてみますね。はい、これですね、こんな感じです。まあ、本当にねこれはぴったりですね。パツパツのねなんかこうここのジッパーがそのうち壊れそうなねパツパツもでもないですし、かといってこうなんかゆるゆるでね折り曲がってる感じもないです。これねすごいぴったりです。まあちょっとデザイン的にはねおそらくこう好き嫌いがあると思うんですけどね、まあいいかなと思いますので、加工なしでね、何かケース探している方はこういうものもいいかもしれません。あとまあ550円なんでね2つ買っても安いんですけど、2
2つあることで今までできなかったことができるかもしれませんので、ちょっと試してみようと思いますね。1つ目に試してみたいのはこの、側面と後ろの面、側面パネル3つを4つあるいは5つに増やすっていうパターンですね。四角形じゃなくて五角形六角形になるかもしれませんが、可能なのかどうかやってみようと思います。五角形にはできました。ただし分かる通り底板がありませんので、下にですね何かステンレスのトレイでも敷いてやらないといけませんし、こうね形もねちょっと不安定になってしまいます。念のため六角形もできるのかやってみます。はい、六角形もね別に難なくできますね。底板がないだけでねこういう形で使うことができるので、なんか大きいものをね加熱したい時とかはいいかもしれませんね。どっちかというと焚き火というよりも風防みたいになってますけどね。はい、全部つけました。8枚ですね。そうするとですね硬くなりました。1枚1枚のねこうなんていうんですか、このしなる部分が力になって外れないようなこの、方向に力が働いているので、これだとですねうまい具合に形もねある程度固定されてるし、こう押したら曲がりますけどね、押さない限りはですね割と安定してる形になります。そして前面に窓が2つあるという、なんかの何かに見えますけどね、はい、そんなものができました。これで何かをやるということは、あるのかないのか分かりませんけど、上の端から端で長いところが 16.5 センチ、下は22センチ、したがってセリアのお皿ってこういうねちょっともうサビサビですけど、これ19センチかなのやつは乗せれる感じ使えなくないけどちょっと不安定な気はしますね。どっちかってこっち向きに置いた方がねまだいいですけどね。はい、こういう感じだったり、あと正方形の皿、最近ちょっと品薄ですけど、これはぴったりはまりますね。これもう本当に、あつらえたようにぴったりですけど、これだったらね、割と長めの薪なんかをここから刺して、焚き火することなんかもできるかもしれません。網を置かないとねいけませんけどね、こういう使い方も、できなくはないと、ちょっと無理やり感ありますけど、はい、あとね組み方でちょっと試してみたいことが2つあるのでね、そちらもやってみようと思います。はい、これねちょっと新しいパターンじゃないですか。4面ともねこの穴の開いてないパネルで埋めた感じです。これはねだから灰皿ですね、おそらくタバコを吸って灰皿として使うには窓がない方がね灰がこぼれないのでいいんではないかなと。ただ隙間がね若干ありますのでね、その辺はねちょっと実際にはどうかなというところはあるんですけど、こういうことも可能ではあります。これだったらけど何かを加熱すると酸欠になりそうですね。だから下のパネルが2枚ともねこの穴の開いたパネルにしてやると、酸欠にはなりにくいかもしれませんが、その分落ちた灰なんかは地面を汚すと思います。それからもう一つやりたいことがあります。はい、これはね前面と後ろの面両方に穴の開いたパネルをつけてみた感じです。はい、これがね何がいいかというと、薪を入れて燃やす場合にね、以前だと、8センチから10センチぐらいの薪じゃないとね入れられなかったんです。ただこれだったらね今この割り箸20センチありますけど、こんな感じでね入れて燃やすことができるので、比較的長いものを燃やすためには役立つかなと。あと燃えた炎が前面のねこの開口部からだけ出てくるんじゃなくて後ろからも出てくるので、上に置いたクッカーなんかについてもね、片一方だけこう炎で炙られるっていうことではなくて、多少熱のね周りが良くなるんじゃないかなと。1個550円なんで、こういう遊びはね全然ありじゃないかなと思います。はい、ということでね550円だと結構遊べるよという動画でした。この動画いいなと思った方は高評価ボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いします。コメントいつも楽しく読ませていただいてます。私のね理解が乏しくてなかなかね皆さんのご要望にお答えできないことが多いんですけど、ぜひそれでもねよければコメントください。ありがとうございます。